橋本昭治橋本昭治4月18日から2009年12月2日は日本の囲碁騎士兵庫県赤市出身関西起因所属橋本国三郎七段門下九段関西起因独立当時から若手のエースとして活躍し天才昭治とも言われ入団から11年で九段に昭段、十段、王座などのタイトルを獲得 関西起因第一位決定戦で12回優勝し、関西起因名誉第一位の称号を持つ。気風は深い読みの力戦型、長高派としても有名で、重戦者の異名を取った。1994年から1998年まで、関西起因理事長。その後特別顧問。日本起因台湾支部長で、自宅に道場を開いていた国三郎を父に、台湾に生まれる。 幼児から父に、囲碁の手ほどきを受け、騎士を目指して厳しい指導を受けた。1947年に12歳で入団。1953年に18歳で六段に、商談し、第9期本因坊戦予選に参加。その際に、日本棋院から関西棋院の診断医を認めないとしたが、鈴木ため次郎八段が審査を行って認められた。この予選では、 元本因坊の岩本織八段を破るなどの活躍をしたが、鈴木五郎五段に敗れて挑戦者決定リーグ入りはならなかった。以後、橋本宇太郎と並んで関西棋院の当初として日本棋院への対抗意識をかき立て続けた。橋本宇太郎が大橋本と呼ばれたのに対し小橋本と呼ばれた。1958年、当時としては最速で九段に昇段。 1959年に王座戦決勝3番勝負で山部敏郎を2から0で破り24歳でタイトル初獲得。これは昭和生まれの騎士初のタイトル獲得でもあった。1961年朝日新聞の企画で林美穂六段と大竹秀夫四段の新鋭三番号に続き藤沢秀幸八段と九段橋本との三番号が企画される。 1962年の第一期名人戦リーグでは7勝5敗でリーグ4位の成績だったが最終戦で橋本がそれまでトップを走っていた藤沢秀幸八段を破った。他の最終戦の坂田坂を5制限戦の勝者が藤沢と同率になり再決戦となるはずだった。だが5が坂田戦で自己勝ちだったために再決戦なしに藤沢が 1> 第1期名人となるという劇的な結末の演出役となった。その後、1974年に10段、1981年に2度目の王座を獲得。これ以後、2010年に坂井秀幸が五世を獲得するまで、関西起因から7大タイトル保持者が出ることはなかった。門下に高原修治九段、森山直樹九段などがいる。 1994年から1998年まで4年間、関西基因理事長を務めた。同じ長高派で知られる、梶原武雄七段と対戦した1960年の第8期王座戦では、二日制の対局の1日目に9手しか進まないという長高合戦が繰り広げられ、この封じ手の時の梶原の今日のハマグリは思いの一言は有名。対局中、 マイッなどとよくぼやくことで、泣きの橋本とも呼ばれた。愛称家は、地元、大阪を舞台にした、総江門町、ブルース。2009年12月2日、新近高速のために成去。生涯成績は1037章631杯、一時後。田村隆起兵編、五吉に捧げる、本青春出版社1977年。田村隆起兵。 五階馬表 P59 毎日新聞2010年4月4日、東京長官。橋本昭治氏死去産経新聞2009年12月4日、閲覧。ありがとうございます。